えー、こんにちは、ソカのですあの前回リップルがねもう終わったよっていう動画を作りましてそちらの方をねご覧いただいた方からもうちょっと詳しく説明してほしいというお声もいただきましたんで今回はですね取得単価別に購入した人の気持ちをちょっとね考えてみようかなっていうそんな動画になります、えー、リップルっていうのはね1円時代が結構長かったわけなんですけども、まあ、その時に取得した方プラス20円以下ですよね 20円以下で取得した方が今どんな気持ちなのかってことをちょっとお話ししようかなと思いますよねまあこれ想像なんですけどもほぼ合ってると思いますよそのリップルを20円以下で購入した方っていうのはまあいろんなね国のブリッジ通貨になっているで大手銀行とか企業がリップルを取り入れてるっていうところをまあ一つの魅力としてですねあこれは世界の共通通貨になるんじゃないかなっていうことで誰もがまだ気づいてない時に購入してると思うんですよ でそれからもうすでにね何年も経っていて結構ねしびれを切らしてるんじゃないかなと、まあ、リップルが全然ね価格は上がったり下がったりするんだけども全然リップルとしてはあの進化していってないなとかねそれに比べてビットコインなりイーサリアムなり他の暗号通貨はどんどんねバージョンアップしてるところにもしかしたらリップルはこれから暗号通貨の世界で干されていくんじゃないかなっていう不安も思ってると思うんですよ。 で現在不動の地位だった2位3位だったリップルがね今7位以下にどんどん落ちてきてるわけなんですねこれはね取り物をす他の通貨が進化してきたってことにも関わってくるんですよじゃあリップル以外の,他の進化はあの通貨は進化してるのにリップルだけはなんかねポツンとしている状態を考えた時にねもうこ,この取得単価で今の価格もう結構儲かってるからあじゃあいつ決済してもいいよっていうふうな気持ちになってるんじゃないかなと思うんですよ え本当に、ね、ネガティブなニュースがあればそのために大量決済もあるでしょうしまあ今ね20円以下で買った人ってどのぐらい含み益があるのかってことを考えたら、うん、まあもう余裕を持ってね持ってらっしゃる方もいると思いますけどもそんなに焦って決済したら決済しなくて困るよっていう風な状態でもないと思うんですがまあでもねそろそろリップルから資金を抜いて別の通貨に乗り換えようかなっていう気持ちが高まっていくのも仕方がないと思います。 ですので、価格が上がったと思ったら下がる、上がったと思ったら下がるっていう、この売り圧力っていうのは、他の通貨への乗り換えがどん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 起きてるんではなかろうかというふうに考えることもできますし、ほ、まあ、他の通貨に乗り換えないまでも、まあ、現金化してね、自分の欲しいものを買ったりとか、後の暮らしに生かすために、もう投資はいいかなっていうふうにドロップアウトするところもあるんじゃないかなと思います。じゃあ次はね、20円から80円ぐらい。 要するに相場が動いてる時に買った人はどうかってことなんですけども120円だとまだね利益がいまいちかなと思いますんでこれからの育成を見守ってるところだと思いますけどもただやっぱりね20円から80円で買った方もさすがに15060円になっちゃうと決済するその気持ちがどんどん高まっていくと思うんですよで先ほども話したように他の通貨は生き生きしてるわけですよでリップルってのは世界のブリッジ通貨になるってことを期待されたんですけども訴訟が起きてみたり進歩が全然見えてなかったりね で価格が上がったと思ったら下がるしなんかね当てにならないなっていう気持ちでもうこれは売ってしまおうという気持ちの方が強くなってくるんじゃないかなと思いますよねで、えー、あとはね、えー、リップルが200円前後つけた時もありましたし400円に上がったこともあったんでその付近で買われた方、まあ、今回は200円前後で買った方の気持ちにちょっとね立ち返ってみようかなと思うんですけどもじゃあ200円前後でねリップル買った方がどういうふうに考えているかってことなんですけども今含み損でしょ みを抱えててどういうい気持ちでいるかってことなんですよああ高値掴みしちゃったなとこのリップルに回した通貨が別の通貨だったら今どのぐらいの利益が出てたかなっていうふうにもうこれちょっとね焦りが出てきてきますよねだから例えば200円前後になったらもう売っちゃおうっていうふうに考えてもう無理はないかなと思いますだって含み損の期間が長いですからねしかもこの200円前後で買ったってことはこれ何年も思っている人じゃないんですよ つい最近、リップルに参加した人ってことなんで、多分、投資の経験値としては低いし、この価格で買うってことは、まあ言ってみればね、ちょっとセンスがないと言ってもいいかなと、というふうに思いますね。まあですんで、含み損のまま決済する可能性が非常に高いかなと。もちろん余剰資金も多分ないでしょう。そういうふうに考えられますので、まあ今までね、いろんな価格帯の気持ちを想像してきましたけども、そう考えても、リップルに目はないな、っていうふうに思うんですよ。 で、高材料もリップルに関しましては全然ないんですよ、もうずーっと。ということは、これからも高材料は起きないのかなと。うん。だからね、リップルに期待するよりも、進化した別の通貨、ね、ソルとかもそうですけども、そっちの方に資金を置いた方が、これはいいんではなかろうかというふうに、結局は最終的に思うのかなと。成り物入り入で リップルってものがねもしかしたらビットコインを抜くんじゃないかなって言われた時代もありますしリップルに高まっあの集まった期待っていうのも結構あったんですけどもただやっぱり力尽きて今に至るということなんじゃないですかねちょっとリップルに先はないっていうふうにどこをどう取ってもね思いますけどもねうんあとはその低い確率でリップルに投入している資金、うん、これが万が一の時に抜群の利益を出す 奇跡の通貨になるかもしれないなと思いますけども、まあならないんじゃないですかね。一番最初にリップルは世界中に行き渡ったと思うんですけどもね、あの公式に。うん。まあ、法定通貨とは言わないけども、ブリッジ通貨として受け入れられたリップルが、まあ、ここまでね、散段たる状況と言いますか、一進一退を続けていると、うん、もうちょっと赤信号かなと。そして他の通貨に関しまして、 結構可能性が出て,きてまあカルダノなんていうのはね、うん、今みたいになりましたからねだからリップルを購入したその時に戻れるんだったら多分その時にカルダノの安い価格のを買った方が現時点で大きな含み益ってことになったのもリップルにね信用を置けなくなった信頼できなくなった要因の一つなんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ他にもリップルが 難しいんじゃないかなっていうのはありますけどもただ今回は価格帯別の取得単価、うん、そこにいる人の気持ちになって考えてみましたけどもねいかがでしょうか、えー、それではまたメッセージいただければと思いますいってらっしゃい